しかも北も寄せ集めの大名本能しやすいのは北と見ました黒幅木組偽の情報を流してください。エヌ木村軍壊滅の危機至急救援されたし。 橘様、負けるために九州からご遠征とはご愁傷様でございます。メガネ、その言葉飲み込むなよ。橘は敵の殲滅に向かう。続け。なぜ人の奴ら勝手に動く。死んでは敵は何もできぬものを。おうよ。
指示が。激しく行くぜ。仕方ないな。あっしら忍びの出番ですね。北と南で連携されては困ります。忍びの方には消えていただかなくては。 敵の勢いも弱まることでございましょう。上出来でございます。さて、北の敵陣へ偽情報。 三成様より伝令。即刻中央東取りで攻め込むべし。よっしゃ、町にまた進軍命令。解剖。行け。北との連携を取るのが先決だ。連携を阻んでいるのは火災と火災と大崎と。 早くも両砦の重要性にお気づきとは。豊臣軍にも優秀な人材がいらっしゃる。ここは我らが砦を守りきるまでよ。止まれていないね。なんて仕事だ。 次の策も当然ご用意してください。雑賀衆出番だ。小次郎、絶対に彼女たちを出して激しく行くぜ。奇襲だと踏むな。敵対戦を取れ。防御を守ることができました。 最下衆に好き勝手やらせている。俺が直々に倒してやる。開門。
大事なのはこの後じゃな。さすがは政宗様。ですがご安心を。この小十郎に策がございますよ。